大谷翔平を立ち台で日韓戦先発発表、明日、先発ダルビッシュさんなので、2場内大歓声。WBC1 時ラウンド B 組、日本8対1中国、2023年3月9日、東京 D 第5回ワールドベースボールクラシック、WBC は9日、日本が入る一時ラウンド B 組が東京ドームで開幕。日本は中国との初戦に臨み、8対1で下して白星発進した。 大谷翔平投手、28エンゼルスが先発投手が DH として投打の二刀流で躍動した。打っては4打数2安打2打点、投げては最速160キロを軸に4回無失点で勝利投手と躍動した。序盤から重たいゲームでしたけど、なんとか最後の方に打線がつながったので勝つことができた。明日以降も頑張りたいと安堵の表情。10日の日韓戦に向け、今日の勢いでそのまま試合につなげたい。 先発ダルビッシュさんなので、と、試合後に発表された先発投手を明かすと場内は大歓声。なんとか援護できるように頑張りたいと打者としてのバックアップを誓った。地鳴りのような声援に、これだけ、夜遅くまで、最後まで残っていただいて感謝しています。ただ、まだまだ足りないんで、明日もっともっと大きい声援でよろしくお願いします、と呼びかけた。